良い手向けだ。二人揃えて送ってやろう。サリー、早く逃げる。サリー、またこの感じ。体が熱い。でもなんだか昔々のお話です。あるところにおじいさんとおばあさんがおりました。おじいさんは山へ芝刈りに、おばあさんは川へ洗濯に。中略、さらばだ。ついには鬼を退治しましたが、外国にも鬼がいるようなので、桃太郎は海を渡りました。これはもしもの話だが、なんだこれは。もし流れてきた桃が一つではないとしたら、すごくいい気分。流れてきた桃が複数あるうちの一つに過ぎないとしたら。